バルカン半島におけるブラフ人の分布。ガールーマニア人。アルーマニア人はバルカン半島南部一帯に住む民族。主に北部ギリシャ、アルバニア、マケドニア、セルビア、ブルガリアなどに200万人ほどが居住しているとみられる。中世東ローマ帝国時代にはブラフ人と称していた。英語ではバレーキアンズ、ワレーキアンズ、ワロックスなどの表記も見られる。 彼らはルーマニア語によく似たアルーマニア語と呼ばれるロマンス語を用いている。比較言語学における研究からこの言語は7世紀から9世紀の間にルーマニア語から枝分かりしたと考えられている。ギリシャではアルーマニア人は少数民族とみなされずギリシャ人であるとされている。彼らの起源については対立する仮説が提示されている。ルーマニア側の学説によると彼らは ドナウ地方から北部ギリシャに移住したとされる。9世紀までは、アルーマニア人とルーマニア人が、同じ族テン語方言を使用していたことは明らかで、ある。アルーマニア人は、ギリシャ独立戦争においても重要な役割を果たした。アルーマニア系のギリシャ人としては、初期の首相ヨアニス・コレティス、バルカン戦争中の国防大臣のエヴァンジェロス・アバロフ、詩人のコンスタンティノス・クリスタリスなどが挙げられる。 アルーマニア人に対する同化政策は18世紀まで遡る。ギリシャ正教の神父コスマスアイトロスは北部及び西部、ギリシャに100を超える学校を作り、アルーマニア人にギリシャ語を教えた。ピンドス産無一帯の山岳地帯に住んでいた。アルーマニア人にとって母語で教育を受ける機会はほとんどなかった。ルーマニア政府は1948年まで、 アルーマニア語教育のために援助を送っていたが、共産党政権が誕生するとそれも途絶え、現在ではアルーマニア語による教育は行われていない。ギリシャにおけるアルーマニア人の同化は時間の問題と見られている。欧州議会の委員会は1997年にアルーマニア人に関するレポートを発表し、ギリシャ政府に対してアルーマニア人の文化を尊重し、学校、 教会及びメディアにおいて、アルーマニア語の使用を促進するように求めた。しかし、アルーマニア人コミュニティには、自身を、ギリシャ人であるとみなす派とアルーマニア人としての、アイデンティティを主張する一派が存在している。1998年に、コンスタンディノス、ステファノプロス大統領が、イピロス地方の滅亡を訪れた際に、 アルーマニア人に対して自身の言葉を話し教育を受けるように呼びかけたが、それから現在に至りまで実質的には何の働きかけもなされていない。アルーマニア人羊会の伝統衣装20世紀、初めに撮影アルバニアにはギリシャに次ぐ第二のアルーマニア人コミュニティが存在し、10万人から20万人のアルーマニア人が暮らしていると見られている。母語における教育は受けていないが、 アルーマニア人はアルバニア憲法において少数民族として認められている。現在マケドニアには2万人程度のアルーマニア人が居住していると見られているが、マケドニア政府はその数を8467人と発表している。アルーマニア人は国会に議員を有し、母語で教育を受けるなど少数民族としての権利が与えられている。これらの活動に対して、 ルーマニア政府から援助が送られている。中世紀にオスマン帝国支配下にあったアルーマニア人はモスカポルなど彼らの故郷からルーマニアの支配するワラキア、モルドバへと移住した。当時のルーマニアもオスマン帝国の支配を受けていたが、ある程度の自治権を有していた。これらのルーマニアに移住したアルーマニア人たちは次第にルーマニア人に同化していったと思われる。 1860年にルーマニア政府はギリシャ及びトルコ領マケドニア、アルバニア内に100を超える学校を建設した。これはアルバマニア人に対してルーマニア系民族としてのアイデンティティを与えることを目的としていた。1925年にはルーマニアのカロル2世がアルバマニア人にドナウ地方に居住地を与え、 現在ではこの地の15%ほどにあたる5万人がアルーマニア方言を話している。ありがとうございます。